お疲れ様ですナミさんあの毎日のね即歌塾の動画更新なんですけどもメールに URL をお付けして配布はしているんですよねところがねこのメールマガジンっていう仕組みのスタンドが不具合が起きることがね最近続きましたまあ、というところでねこれからも気が付いたことがあったらチェックしていただければ幸いでございます あのメルマガの配信スタンドっていうのはねもう本当に到達率とか配信ミスとかっていうのはなくならない課題なんですよねなくしてほしいんですけどもでもこのデジタルの仕組みですら100%そうならないっていうことはあのアナログよりも正確性は出てきてるんですけどもでもパーフェクトっていうのがないっていうのがね困ったもんですよねで前回も銀行の決済システムに不具合があったりとかして預金封鎖かっていうふうなねうわ <laughs> が立っていましたけどもね だからデジタルっていうのも、まあ、考え物だなっていうところもありますし、結局はデジタルを操るソフトウェア、人間がですね、このハードとソフトとうまく組み合わせていくことが大事なのかなっていうところですかね、うん。あの、よくね、人間同士も話し合いをしていると、感情論になったりとか、それから理屈っぽくなったりとかするんですけども、やっぱり両方必要なんでしょうね。うん。だ話し合いをしているうちに、 相手のことがね気持ちが分かっていくと、まあ、今回は譲っとこうかっていうふうになるのも感情論ですしあなんか腹が立つからこいつの言い分をとりあえずは論破して言い返せないようにしてやろうっていうのも感情のなせる技ですしねだから感情論って当たり前にあるんでねうんその感情があるってことも計算しながら理屈もちゃんとね取っていく裏付けも取っていくってことなのかなと思いますよね。 私たちはね血の通った人間ですから感情論どんとこいですよ。ということで本日もよろしくお願いしますメールチェックもお願いします。